タンホイザー、タンホイザーとバルトブルクの歌合戦、タンホイザー・ウント・デア・ゼンガー・クリーク・アウフ・ウォートバーグは、リヒャルト・アーグナーが作曲した全三幕で構成されるオペラ。WWV-70、一般的にはタンホイザー、タンホイザーの題名で知られている。序曲、第二幕のエリザベートのアリア、大更新曲、第三幕のボルフラムのアリア、ユーズツの歌は、独立して、 よく演奏される。ワーグナーが5番目に完成させたオペラ未完の婚礼を除くで、ワーグナー作品目録では70番目、WWV70 にあたる。副題に3幕からなるロマンテキオペラ、レマンディシャオペラインサンウフツガンという題が与えられている。前作、さまよえるオランダ人の持つ番号形式を本作ではこれを脱却し、また、 ワーグナー自身の言う、移行の技法が随所に巧みに用いられていることが特徴である。舞台は13世紀初頭、チューリンゲンのバルトブルク城。タンホイザーが着想されたのは1842年、29歳に遡る。当時ワーグナーは、同年の4月にパリからドイツへ帰郷しており、ドイツのドレスデンで、リエンツとサマヨエル、オランジンの上演の機会を探していたが、 この時期からすでに、タンホイザーの三分の走行を着手していたとされる。1842年6月にワーグナーは場所を移して、ボヘミアの山岳地帯のアウシヒにて、三分の走行を仕上げる作業を6月28日から7月6日にかけて行い、宮廷歌劇場の指揮者としての仕事もあったた一時中断を、したが、翌1843年5月22日に、 三分の奏功を陰文化した。また陰文化した奏功に音楽を付加するための小スケッチ類を多く書いた後、夏にテプリッツに場所を移して、1843年初秋に作曲に着手した。第一幕は11月に、テプリッツで第二幕は翌1844年10月15日に、ドレスデンで第三幕は12月29日に、 序曲は1845年1月11日に、それぞれ作曲を終わらせ、4月13日に、全体の送付を完成させた。なお当初、ベーヌスベルクという課題をつけていたが、知り合いの医師からの助言で、現在のタイトルに解題している。1845年10月19日に、ドレスデンの宮廷歌劇場で、ワーグナー本人の式で初演された。表面的には、 ある程度の成功を収めたものであったが、優秀な歌手を揃えた上演であったにもかかわらず、聴衆の反応は冷淡であった。リエンチのような作品を期待していた大半の聴衆は、新作のタンホイザーの内容を理解できなかったことが要因であった。終幕において、ベーヌが姿を現さないこと、エリーザベとの壮列が出されなかったことが挙げられる。上演二日目。 12月27日には観客が半分に満たず、3日目、12月28日にはそれを上回ったものの、8日間上演された後に打ち切られた。ただし1850年代中頃までには、ドイツ各地の歌劇場を40カ所で上演されている、ベルリンは1856年1月7日。パリバンによる初演は、1861年3月13日に、 パリオペラ座で行われた。1853年1月18日に、リガで行われた公演は、本作初の海外初演である、ドレス伝番による。1854年11月25日に、プラハ。1859年4月4日にニューヨーク。メトロポリタン歌劇場での上演は184年。1866年1月13日に、オーストリアのテメシバール。 現在はルーマニア領1876年5月6日にロンドンでそれぞれ行われた。1861年にナポレオン三世の招きによって実現したパリでの初演はオペラ史上最も大失敗を引き起こしたものとして知られる。ワーグナーは2年前の1859年9月にパリに引っ越して住んでおり目的は トリスタンとイゾルデの主役を歌える歌詞を探すために転居したものだった。1860年1月から2月にかけてパリのイタリア座で行われた自作の演奏会を開催し、さまよえるオランダ人の序曲やトリスタンとイゾルデの前奏曲などを披露した。この演奏会で多くの芸術家たちから支持を集めたが、新聞などからは敵視され、加えて同地で 自作のオペラを上演することを絶望していたワーグナーはこの新聞批評によって望みが失われたことにひどく落胆したと言われる。その最中、ナポレオン三世からタンホイザーをオペラ座で上演するように直命が降り、この思いもしない事態にワーグナーはそれに応えるべく、やつぎばやにオペラの添削とフランス語に着手した。この直命が降りた理由にはパリ駐在のオーストリア大使の 妻パウリーネホンメッテルに飛行尺夫人によるものとされている。夫人はワーグナーの崇拝者であり、パリ上演のために口添えをしたことが降りたことに繋がったと言われる。ただしそれは外交戦略の一つとしてであった。パリ版の改定を終えたのは1861年1月のことで上演のためのリハーサルは春の祭典120回、ボチェックの150回よりも多い。 197回に渡って行われたと伝えられる。3月13日にナポレオン3世の臨席の元初演を迎えた。だが、オペラ座の予約観劇者で会員でもある、ジョッキークラブの若い貴族の面々は、かつてバレエの挿入を要求した際に拒否された子に、対するワーグナーの態度に激怒していて、公演を妨害しようと企み、大きな嘲笑や怒号を行った。 これにより初日の公演は収集がつかない状態に至った。2回目3月15日と3回目3月25日から徐々にエスカレートしていき、ジョッキークラブの貴族たちは仲間を呼び寄せて、ラッパやカリブへ、ムチなどを持ち出して、妨害工作を行い、喧騒を極めた末、公演が続行できない事態にまで発展した。 この事態を知ったワーグナーは支配人に書簡で自らの取った態度と習慣に従わなかったことの日を認め、タンホイザーの講演を撤回するに至った。日本においては、1920年、大正9年12月29日に帝国劇場において山田工作、幼い香る、このエヒデマロラが中心となって結成された日本学劇協会により、 山田の実施であるガントレット、久志の大資金募集の一環で、ドビュッシーのと共に、第三幕第一場と第二場を上演したのが、日本における部分書演であった。式は山田、合唱式に、この絵、演技指導が、肘形良といった顔ぶれで、三十日に再演の後、九百二十一年、大正十年一月十七日と十八日には、 大阪市立中央公会堂でも上演された。ラジオ時代に入り、1927年、昭和2年11月23日と1933年、昭和8年10月14日には、ヨックによる放送過劇という形で、部分上演、岩バタ役によるが行われ、主な配役は、前者がタンホイザーに、タヤリキゾボルフラムに、内田英一、 校舎はタンホイザーに、奥田良造、エリーザベトに、竹岡鶴よ、ボルフラムに、甲文也。還元楽は、前者が、この絵式による、ヨック・オーケストラ。後者が、ニコライ・シュフェルブラッド式による、日本放送公共楽団であった。全曲日本初演は1947年7月12日、帝国劇場における、藤原歌劇団第23回公演として行われた。 公演は8月3日までの23日間に25回上演され、出演はタンホイザーが、藤原義恵と、木下たもエリーザベトが、三宅春江と、笹田和子、ベイヌスが、砂原道子と、滝田菊江のそれぞれダブルキャストで、その他は、ヘルマ・ミッセイに、下谷川圭介、ボルフラムに、宮本良平といった配役。演出は、この絵で、は、マンフレトグルリッと 還元額は、東方公共楽団による。この工業は、連日補助イスはもちろん、客席の後方に立った人垣で身動きもならないほどの、盛況で、全公演入場率100%を記録。この記録は、藤原歌劇団が1947年から1949年にかけて行った旧工業のうち唯一の記録でもあり、1956年から1976年にかけて、 NHK が招聘した NHK イタリア歌劇団公演などを含めた日本オペラ公演工業すべてにおいても一演目一工業の動員としては史上最大の公演とみなされている。当時の新聞表も出来栄えはさておいて熱意と努力を称えるものが多く藤原はタンホイザー全曲初演を含むオペラ上演の功績により1948年度の 日本芸術印象が送られた。同じ年の9月27日には場所を日比谷公会堂に移し、ほぼ同じキャストによって演奏会形式による再演も行われた。さらに11月15日から19日にかけては大阪、朝日会館でも上演し、これが関西初演となった。パリ版や最終校のウィーン版で約3時間10分、第1幕。 約70分、第2幕、約70分、第3幕、約50分。ドレス伝番は、バレエがないため、第1幕が、約5分短い。中世のドイツでは、銀友詩人として歌う習慣が騎士たちの中でもあった。騎士の一人であるタンホイザーは、中林元の領主の親族にあたるエリーザベトと、正規愛で結ばれていが、ふとしたことから、官能の愛を望むようになり、 愛欲の女神、ベーヌスが住んでいるという異界、ベーヌスベルクに赴き、そこで肉欲の世界に溺れていた。ベーヌスベルクで快楽の日々を送っていた、タンホイザーだったが、ある時夢の中で故郷を思い出し、ベーヌスベルクから離れようと決心する。ベーヌスは彼を引き止めようと誘惑するが、タンホイザーは強い意志によって、それを退りけ、ベーヌスベルクを消滅させる。 異界から脱出したタンホイザーは、バルトブルク城近くの谷に放り出される。そこに、領主のヘルマンや、親友のボルフラムらが通りかかる。ボルフラムもまた、バルトブルク城の騎士である。領主やボルフラムは出奔していたタンホイザーが、帰ってきたことを喜び、再び、バルトブルク城に戻るよう進めるが、感動の世界に溺れた罪の重さを思った、タンホイザーはそれを拒否する。 しかし、ボルフラムはエリーザベトが彼の帰りをずっと待っていると説得し、タンホイザーはバルトブルクに帰ることを受け入れる。ボルフラムらと共にバルトブルク城へと戻った、タンホイザーはエリーザベトと再会を果たし、お互いに喜び合う。その日は、ちょうど歌合戦が開かれる日、歌の伝道のアリア、大行進曲で、課題は愛の本質について、ボルフラムや他の騎士たちが、 女性に対する奉仕的な愛を歌うのに対し、タンホイザーは自由な愛を主張して監修の反感を買い、ついにはベーヌスを称える歌を歌い出す。ベーヌス参加。激怒した騎士たちはタンホイザーをいさめ、エリーザベトは両主に彼の罪を悔い改めさせるように願う。我に帰ったタンホイザーは自分のしたことを悔やむが、時すでに遅い。両手はタンホイザーを追放処分とし、 ローマに巡礼に行き教皇の許しが得られれば戻って来てよいという。タンホイザーはローマ巡礼に加わりバルトブルク城を去って行く。舞台はバルトブルク城近くの谷。タンホイザーが旅立ってから月日が経つ。エリーザベトはタンホイザーが許しを得て戻ってくるようにと毎日マリア像に祈り続けている。ちょうどローマから巡礼の団体が戻ってくる。エリーザベトはその中に タンホイザーの姿を探すが、彼はいない。ついにエリーザベトは、自らの死をもって、タンホイザーの許しを得ようと、意する。に兼ねたボルフラムは、説得を試みるが失敗し、彼女は去っていく。優術の歌。その場に一人残された、ボルフラムの前に、ボロボロの風体のタンホイザーが現れる。ローマに行ってきたのかと尋ねるボルフラムに対し、 彼は巡礼の天末を語り出す。タンホイザーは、幾多の苦難を乗り越えてようやくローマに到着し、教皇に許しを放ったのだという。しかし教皇は、罪はあまりにも重いとして、彼を許さず、私の杖が二度と緑に芽吹くことがないのと同じく、お前は永遠に救済されないと波紋を宣告したのだという。絶望のあまり自暴自棄になったタンホイザーは、再び、 ベーヌスベルクに戻ろうとして彷徨い、そうして、ボルフラムに出会ったのだった。タンホイザーの呼びかけに応じて、ベーヌスベルクが現れ、ベーヌスが手招きする。ベーヌスへ引き寄せられていくタンホイザーを、ボルフラムは、懸命に引き止める。そこへ、エリーザベトの葬列が現れる。タンホイザーは我に帰り、怒りは消滅する。エリーザベトが、自分の命と引き換えに、 タンホイザーの許しを神に凍ったことをボルフラムが話すと、タンホイザーはエリーザベトの亡骸に寄り添う形で池を引き取る。ちょうどそこへローマからの行列が緑に芽吹く教皇の杖を掲げて到着し、特赦が降りたことを知らせて幕が下りる。八百四十五年の初演時に聴衆が内容を理解できなかった点などを考慮して、ワーグナーは改定を施しているが、ドレスデ伝番と、 パリバンを含め4つの項が存在する。1845年のドレス伝書園では、第三幕の終幕部分で、ベーヌスは現れず、エリーザベトの死も暗示にとどまっていたため、結末が、聴衆にとって理解しづらいと不評を買った。ワーグナーも、その点を自覚しており、上演後早速改定に取り掛かった。1847年に、エリーザベトの亡骸とベーヌスを登場させ、 タンホイザーの救済を強調する形に書き直した。この第二項が今日、ドレス伝版として上演されるものである。演奏会などで取り上げられる、歌劇、タンホイザー序曲は、一般的には、このドレス伝版の序曲のことを指す。ドレス伝版の序曲の編成は次の通り。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、 チューバ一、ティンパニ、トライアングル、シンバル、タンバリン、ゲン楽部。千八百五十九年にパリを再訪した際、ワーグナーにナポレオン三世からタンホイザー上演の直名が降りた。ワーグナーは台本をフランス語に訳すだけでなく、音楽にも改訂を施した。主な改訂内容は。 1> 第一幕冒頭のベーヌスベルクの部分を改定して、バッカナールと称するバレエ音楽を付け加えたこと、及び第二幕の歌合戦の場面から、バルターのアリアを削除したことである。バッカナールの追加は、当時パリで流行していた、グランドオペラの観光に習い、バレエの挿入を劇場側が上演条件として課してきたためである。ワーグナーも、 念願のパリでの成功のために要求を受け入れたが、妥協しきれず、通例の大二幕ではなく、第一幕にバレエを挿入した。このことは、踊り込め当てに、大二幕からやってくる貴族たちには、受け入れられず、当時の政治対立も絡んで、妨害工作にまで発展し、上演三日で打ち切られる事態になった。しかしこの大失敗、スキャンダルが逆にワーグナーへの注目を集め、これを機に、 フランスの音楽界や分断にも圧倒的な影響を及ぼすことになる。この際に使用された版が競技の意味でのパリ版であるが、これは今日ではほとんど演奏されない。この時点で序曲はまだオペラ本体から分離された形であった。このパリ版は170回以上の練習を費やしたことでも有名で、ボチェックの150回や春の祭典の120回よりもはるかに多い。 改回定によってトリスタンとイゾルで以降のより色彩的かつ白新的なものに変貌を遂げた音楽が盛り込まれたが、このことはタンホイザー作曲当時の音楽との様式上の不統一を辞ることにもなった。ワーグナーはその後も作品に手を加え続け、1867年にはミュンヘーンで台本をドイツ語に最悪して上演した。 さらに1875年のウィーン上演に際しては、序曲から切れ目なしに第一幕のバッカナールへ移行する形、序曲の289小説からバッカナールに配慮を取るようにした。これが今日、いわゆるパリ版として定着しているものである。厳密にはこれはウィーン版と称されるべきで、実際に新前終盤ではウィーン版として先のパリ版と区別が割れている。 ワーグナー自身は、最終版でも満足せず、その後も何度か改訂に取り組もうとしていた。妻、小島の日記によれば、1883年、死の前月にも、まだこの世にタンホイザーという仮がある漏らしていたという。バイロイト音楽祭では、小島の意向に従いながらく、パリ、ウィーン版が使用されてきたが、ボォルフガング以降は、ドレスデン版が再び取り上げられた。 この他に、第一幕は、パリ、ウィーン版、第2幕以降では、ドレスン版を使う、折衷版も使用されることも頻繁で、指揮者によってさらに細かい入れ替えを行う場合もある。出展、ショット社のシンワーグナー全集、タンホイザーは、主に2つの伝説を元にして制作されている。一つは、タンホイザー伝説で、もう一つは、バルトブルクの歌合戦の伝説である。 タンホイザーは、バーベンベルク家のオーストリア公、フリードリヒ二世に仕えていたという記録が残る、実在の人物で、宝刀生活を送っていたとされる。そんな彼が伝説として語られるようになってから、名を馳せることになる。15世紀に作成された伝説によると、タンホイザーは、恋の快楽を知ろうとベーヌスの洞窟に一年ほど、こもるが、そのことを悔い改めるべく、 ローマ教皇ウルバヌス四世に懺悔する。しかし教皇は自分の持つ枯れ木の杖に葉が生えない限り救済できないと述べ、そのことを悲しんだタンホイザーは再びベーヌスの洞窟に帰ってしまう。後日教皇の杖に目が生えたことからタンホイザーの創作が始まるが、ついに彼を見つけ出すことができなかった。バルトブルクの歌合戦の伝説は1207年に ボルフラム・フォン・エ・ッシェンバッハのパトロンだった、中林元炮白ヘルマン一世の宮殿で行われた歌合戦である。負けた方が命を落とすというもので、ハイン・リッヒ・フォン・オフター・リンゲンが窮地に立たされていた。命乞いをしたハイン・リッヒは、ハンガリーの詩人であり、魔術してもあったクリンゲ像を召喚し彼の魔法の力を利用して勝利をつかもうとするが、 相手となったボルフラムがその魔法の謎を解き彼を退りける。本作の最古の録音は1955年のアンドレ・クリュイタンスの式によるものであるレーベル・オルフェオ。また、パリワンの初録音は1963年のヘルベルト・フォン・カラヤン式によるものあるレーベル・ドイツ・グラモフォン。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。